口が喋らない。はい。いただきます。今大塚ボラメン。プレモル。袋。いきます。MLB ね、あのメンバーが活躍してますんでね、古田さん、NPB 選手にもね、乾杯、ね、今日もやってくれると思います。はい、さあ、4連勝へ向けて期待が高まります。この後は日本のここまでの3試合の戦いをたっぷりと振り返っていきます。腎臓検診、言ってるか。え、年取ったのね。慢性腎臓病は心筋梗塞や脳卒中の和歌山県でもまだ若いし無症状です。和歌山県のポテトチップスです。成人の8人に1人がかかる。そうなの。早めの行動が大切だ。仕事と同じさ。だから割と無添加だな。検診、うん、行くよ。日本人じゃがいも、植物油、みかんシーズニング、食塩、酸味料、香料。Google Pixel カメラはめちゃくちゃすごいなって思うんですけど、撮影の合間とか事務所の先輩の総括とズーム機能で遊んで、そこまで見れるよとかって言ってめっちゃ盛り上がったりして、あっ、オッケー、めっちゃ漏れてます。これをザワつくでやってたの。浮いてるように見えるってことですよね。できました。見せてソータくん漏れてないので消しちゃいました。え、なんでやで。僕の名前はソータです。みかんの味する。私の名前は椎名です。 Google Pixel を使ってます。椅子消して。初めて育てたの餃子ちゃん。餃子だ。はい、ちょっと入れる。打ち返そう。餃子少し攻撃ついたもん。過酷な紫外線から大谷選手を守る雪肌精のハイパフォーマンス UV。 攻撃の役に向けた。こっち、こっち、あ、ここに置いてタレ。あ、ここに置いてタレ、うん、いいんだよタレも。どっちも、まずそのままでいただきます。優れたホイヤーには優れた環境が必要だ。だからこそ優れたチームプレーが生まれていく。かっ飛ばせ新しい時代。醤油は醤油かけたことない。最終進化系ダーク。タレタレ。フィギュア日米頂上決戦4月13日から。ドライユすごい攻撃的な。次でしょ、大丈夫。まず中井さん、はい、開幕投手大谷翔平。オフなし。ああ、もう自してですね、はい。ここから日本の戦いが始まりました。松坂さん、このそれではいただきます。いやー、あの大事な自然の恵み、人の営み、感謝です。ありがとうございます。富士通、富士通なしでいただきます。失点のピッチング、古田さん、大谷自身も基本的にはどの球も良かったという手応えを言葉にしてました。うん、まあそうですね。まあただね、まあ比較的このスライダーが多かったですね。おいしい。少し横目、そして斜めの後方の2種類のスライダーでしっかり駆使して、まあ、しっかりコントロールして、まあ、いいピッチングしたと思います。そして日本の攻撃でもこれぞ二刀流を見せてくれました。1点リードの4回裏、ワンアウト1塁3塁から低めをレフトオーバー、もう一つ押す入れて食べてみよう。今も衝撃でしたね。いや、ちょっと驚きましたね。ワンバウンドになろうかというね、膝より下の球をね、センター前ヒットぐらいならいいんですけどね。はい。あそこまでしょうかね。いやー、すごい。僕自身、本当にダイナミックに。本当に全員で勝つことができて、素晴らしいゲームだったなと思います。二国行っちゃう、二国へ。頑張ります。最高。試合前の円陣はリードオフマンのヌートバーでした。そして先発マウンドダルビッシュ、この先発マウンドが2009年 WBC 決勝戦での日韓戦以来10年ぶりのマウンド。まさかこのダルビッシュ投手の姿はどんな風に感じました。あの正直ここまであのコンディションのことでは難しかったと思うんですよね。あの実践練習のほぼなかったですし、存じる気ました。まあ、戦う姿勢っていうんですかね、そういうものは十分見せてくれたと思います。ですから、あ、お米。ダルビッシュ投手の次の登板につながるわけですよね。まあそうですね。はい、あのまあホームラン打たれましたけどね。まあそんなに悪いピッチングしたと思いません。はい、しかもね、はい、あのこうやってみんなが大逆転したってことなんで、本人も次に向かっていけると思います。いや、勝ち
見てる方ドキドキします。そうですね、ドキドキしましたよ。最初に3点取りましたからね。3点ですからね、まあまあ、序盤だからなんとかなると思いましたけどね、まあ、最高だ。何倍返しですか、3倍返しかと思ってみればですね、返してくれたんでね、頼もしいですね。ちょっと嬉しい。13対4と打線がつながり快勝でした。そして昨日はチェコ代表との戦い、3月11日に WBC デビューとなった21歳佐々木朗希、中井さん、佐々木朗希のこのマウンド上での姿はどんな風に映りました？ね、もう躍動感はもちろんですが、自分のピッチングしっかりできたんだなって思いますね。ごめん、落ちるボール、もちろんまっすぐもですが、かかってましたね、はい、そうですね、あのしっかり本番に間に合ってきたかと思いましたね、はい、4回途中、8つの三振を奪う力投でした。これが佐々木朗希の WBC デビューになりました。そして古田さん、序盤打つ方はちょっとチェコに戸惑ったんですか？そうですね、あの、まあ、南東派のピッチャーだったんですけども、まあ、吉田選手はね、強引に引っ張ることなくしっかり引きつけて逆方向に打つんでね、お手本のようなバッティングでね、いやランナー返してくれました。頼りになりますね。はい、本当に中井さん、吉田さんから5番バッターとして頼もしすぎる存在。うん、メジャーリーガー、MLB チームというかメンバーがですね、頑張ってるなって結果出してるなと思いますけどもね。10対2で勝利となりました。ね、はい、さて古田さん、はい、やっぱりもう短期間の間でやっぱり本当チームがチームになってきてるなという感じありますけども。そうですね、まあやっぱりね、一番のヌートバーがね、まあ仲間を鼓舞するような雰囲気を出してね、大谷が返したり、もう吉田が返したりね、いいチームになってると思います。ヌートバー選手は最初未知だったんで、どんぐらいやってくれるのかなっていうね、日本の野球ファンの心を掴んでると思いましたね。さあ松原さん、はい、やめてね、メジャーのメンバーがしっかり結果出してるというところありますけども、はい、はい、あの、頼もしいですね、チームにいい影響を与えてくれてると思います。次はね、また、はい、きれいにやってます。国家斉唱に移ります。どう食べた？おいしい。あ、始まる。感じる。熱いよ、熱い、やけどしちゃう。ちょ、国家斉唱なのに食べててすいません。うん、このみんなこ、特別演出動画撮ってよ、さ、うん、いいな、うん、いいけど、だから動画撮ってるからって、うん、理由は、うん、理由は動画を撮ってるからです。すいません、オーストラリアの、うん、国家知らないですけど飲んじゃうよ。入れるよ、うん、あ、ありがとう、うん、これだもん、うん、中でこれもないない、ね、日本の最終戦の相手はオーストラリア。オーストラリアはここまで2試合戦って2勝、日本は3試合戦って3勝と、あの負けなし同士の対決となります。さあ、ゴールが近
近づいてきます。今日の日本の相手オーストラリアのスターティングメンバーを見ていきましょう。ここまで2試合戦って古田さん、はい、かなり強打のイメージがあります。そうですね、やっぱり、ね、はい、打線が好調ですよね。まあ、この特に3番に入ってこのグレンディニングという選手なんですけどもね、まあ、ホームラン2本打ってますしね、やはりあの非常に、ね、長打力のある、ね、いいバッターだと思います。あのやっぱりここのバッターにもちろん打たれちゃダメなんですけれども、やっぱこういう、ね、こう長打力のあるバッターの前にランナーを貯めたくないですね。こういう短期決戦でね、やっぱりこの一気に点を取られるとちょっとね、嫌なムードが流れますから、ビッグイニングは作りたくないですね。さて、ね、また松坂さん、はい、オーストラリアのイメージですけど、松坂さんはアテネオリンピック、はい、ね、まあ個人的にはいい思い出はあまりないんですけど、はい、そうですね、今の試合ですね、あの、まあ、強化試合とかでは、はい、まあ、勝ってるんですけど、うん、あのこういう時はこう比べもならないが、今のオーストラリアの状態はいいと思うので、はい、去年の強化試合よりも、はい、そうですね、はい、まあ、ただアテネオリンピックはね、打線がね悪いんじゃない、ピッチャーじゃないいや、それはの僕の口からは古田さんから優しいフォローが入りましたが、あの去年の11月にも強化試合でオーストラリアとは戦っているんですが、古田さん、あの時オーストラリアはシーズンの前の選手だったんですね。あのこの冬を超えている、まあ、日本は冬なんですけども、オーストラリアも、ね、ちょうどシーズンだったんでね、みんなあの好調を持続してこの東京に来てますからね、本当にいいチームだと思います。さあ日本ね、このプール B 首位通過をかけてこのオーストラリアとの戦いに臨んでいきます。流れはやっぱり止めたくないですからね。いや、やっぱりね、こっちも山本由伸ですからね、言っても4連勝です、4連勝です。そして準々決勝へ向かっていくという日本ですが、はい、その準々決勝の相手というのがやっぱり気になってきますよね、はい、日本が戦う相手というのは台湾でのプール A の戦いになります。そしてその台湾ラウンドですね、日米でプレーされました五十嵐亮太さんが取材されています。現地の五十嵐さんとつなぎます。五十嵐さん、台湾ラウンドどんな様子でしょうか。はい、こちら台中のね、五十嵐です。今まさに最後の試合を行うオランダとイタリアなんですが、今オランダ練習中です。先ほど終わった台湾とキューバの試合ではね、7対1でキューバが勝利しました。連日本拠地で大声援を受けた台湾はグループステージ敗退となりました。他の4チームの行方はこの後のね、オランダとイタリアとの試合次第でということで、いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとうございます。どういたしまして、食べていただいてありがとうございます。ありがとうございます。スコープ選手などが、ね、注目されがちなんですけれども、実はビレン監督ですね、投手陣にかなり自信を持っていたこの中継ぎ、はい、日本酒見当たり岡谷の先ですね。長野諏訪市の諏訪市の隣、茅野市の隣の諏訪市の隣の岡谷のお酒、純米生貯蔵酒、春ちょっと読み方、季節限定品、これどこで買ったん？テイク100点スーテスクラスでも種類、この上辺りで種類が違うのありますよ。これはなんか今限定のお酒、お母さん、ありがとう。お酒美味しいですよ。餃子ないんだけど。今焼いてます。大谷翔平選手のチームメイトトラウトが引きます。乾杯。乾杯。乾杯。まず先制したのはイギリス。いただきマムス。いただきます。いただきマムス。アメリカの4番カーシュナルスのアレナド、ヌートバー選手のチームメイトでもあります。日本酒はいいね。このタイムリーツーベース。ね、そして4回ワンアウトランナー1塁と1塁ランナーがトラウト、自分に行きます。次が4球目、さっきより焼き行くんじゃない、焼きはもう焼きだしですよ、さっきよりいいですだけではなくて、その姿勢でもチームを勢いついてますよね。焼きだしだす、食べてお父さんも大丈夫、餃子、日本酒、日本酒と餃子。ここまでの3試合、いずれも1番センターでスタメンです。いただきマンモス、いただきマンモス、そして守備でも素晴らしい、マンモス、マンモス、いただきます。お家の餃子が一番美味しいね、無添加だし。
お家の餃子が一番おいしい、無添加だから。これあの手作りだし、全部手作り、愛情手作り餃子。そうですよ、無添加餃子、愛情無添加手作り餃子。まあ、どうか、しっかり見直しましたね、まあ、そしてもっと出塁率の高い近藤が次にいますからね。そうなんですよね。さあ、何とも繋いでくれると思います。2番ライト近藤健介、今大会ここまで11打数5安打、打率は4割5分5厘、その他パーボールもしっかり選んでいるという近藤です。松山さん、はい、本当にこの1、2番がしっかり出てチャンスを作ってクリーンアップという形でできてますよね。そうですね、ここまで本当に機能してますよね。はい、これも1回に1回からヌートバーが一塁にフォアボール出てました。そして2番に入った近藤がどうその広げていくのか。餃子1つ1塁へ牽制球を送ります。餃子日本酒餃子も合います。ということで本日の無添加晩ご飯でした。いつもありがとうございます、感謝です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これから今からも食べますけど、ごちそうさまでした、ありがとうございます、感謝です。大谷選手ホームラン打ちました、おめでとうございます。さすが大谷翔平さん、翔平、これで3対0、日本3点のリードです。おめでとうございます。村上だよ、本当は。村上は打たなきゃダメなんだよ、村上。打った。あ、打った？え、打った？村上、打った？あらダメだな。おかわいそうな感じ。もう全然打てないんだね。昨日ヒット打ったからね、でも。なんかかわいそうなぐらいだよね。どうしちゃったの？プレモルいただきます。まあそうですね、まあ、今の打席だけでねちょっと言えないんですけどもね、まあ多少はね、はい、本当に深みおめでちゃん本部醤油サキイカです。ほぼほぼ無添加イカ、砂糖、食塩、昆布醤油、昆布だし、かつおだし、しいたけだし、水飴。うん、だけど今日あたりは本玉、本玉が広がったかもしれないですね。松山さん、そのストライクゾーンの移り変わりっていうのはどうですか？はい、そうですね、本当にあの以前は分かりやすかったですね、内に狭く外に広いっていうのが、はい、国際試合になると少しこうあの自分の投げてる感覚だと狭くなるっていう感覚、はい、ありましたね。それがまあ徐々に変わってきて、うまそう、高めであったりとか、そうですね、まあ、あまりこう楽しみなくなってきたような感じはしますね。ああ、低めのボールだからワンバウンドになるようなボールをすくい上げましたが、センターフライ、ホワイトフィールドが掴んでスリーアウトになりました。オーストラリアはこの回ギルキンスが日本打線を0点で抑えました。2009年の時ってみんなあのタイムリーを思い出すでしょう。でも僕にとっては全然結果出てなくてミスしたりプレッシャーかかって、そんな中であの打席が回ってきた。イチローが打席に入ります。2009年のレジェンド登場、プロ野球スピリッツエース、日本代表選手もらえるコナミアナックスネポンエクスプレス。はい、デザートハーゲンダッツ、2戦目ダルビッシュ、そして3戦目佐々木朗希と先発ピッチャーつながってきました。キャンディングアーモンド、ピスタチオミルク、4戦目にしての先発ラウンド、2イニングまずは完璧に抑えた山本由伸の3イニング目です。ピラミス、ピラミス、ピラミス、攻撃、
ここまで28球という球数できました山本です。あの松坂さん、はい、山本由伸がこの大会前の強化試合では2試合に登板、いずれもまあ失点はしてたんですけども、はい、その強化試合のピッチングから見て、はい、今日のピッチングこれが上げたやつじゃないと思ったの、この切り方は、まあ、本人もあの強化を感じていたと思います。、はい、あの失点はしてましたけど、はい、なんかどこかこう余裕を感じるというか、うん、はい、持ってる変化球も全て使うことなくというですね、ダルビッシュ元気でいいな、はい、この時期のために、しっかり自分のできる調整をしてきた印象ですね。あの山本もダルビッシュだけだな、点数たくさん取られたのは非常に感覚良かったと、はい、いろいろ試していい感覚が戻ってきたというふうに話していました。はい、だからその言葉を裏付けるような今日のここまでのピッチングです。シュンとしちゃった、外低め空振り、これで2ボール2ストライクになりました。いいんじゃないの、このぐらいやっても打率が、左のベレトに対してはウルさん、こうカットボールもね、1球見せながらというところ、そうですね、ただこのいわゆるこうバッティングカウントでね、フォークボールで投げれるっていう、ね、だってゼロってことは山本がすごいってことだよね。いろんな球をこんなに投げられたらなかなか打てないですね、簡単には。そしてまっすぐ154キロで三振に仕留めています。やっぱりね、大谷がホームラン、ここまでは3点取ったからね、みんな伸び伸び、ね、うん、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。でもさ、ダルビッシュは準々決勝か決勝かなんかに出るんでしょ、ここからは山本の方がいいと思うんだけど、それまでの間みんなをこう指導したりして助けてきてるから、うん、いいんじゃないの、パーキンスが初球を打って三遊間レフト前に抜けていきました。オーストラリアチームの初ヒットが生まれました。ノーアウトランナーが一塁です。これ冷凍庫入れてって、うん、古田さん、今日のここまでの山本、お父さんとお母さん、両方どっちがいい、まあ、本人的に、ね、まあ、もちろん満点ではないと思いますけど、ね、スピードも出てますし、それなりにあのいろんな変化球も投げますしね、お父さん、アイスクリームですよ、はい、いただきます、アイスクリーム、ピスタチオ、ね、まあ、初めに点を取ってくれるのが、まあ、ありがたいんですけどね、それはそれでちょっと集中力がかけたりね、あのすることもあるんですけどね、うん、まあ、そういうことなくね、まあ、序盤しっかりこれピスタチオつけんだよ。ワンアウトランナーが一塁、打順は9番ボヤースキー、ファールになりました。アーモンドボヤースキーが非常にパンチ力もあるバッター、今大会2割8分6厘ですが、オーストラリアの国内リーグでは打率3割5分2厘、リーグ2位の打率を残しました。アーモンドも、ですから9番という打順に入っていますが、この男からもチャンスが生まれてくるというのがオーストラリアの打線です。これヒラミス低め、なんかチョコレートなんだけど、体見てもね、すごい体しますからね、うん、それヒラミスのこれ、うん、それか、あとはその前のヒットのようにあのカットボールだとちょっとこう知ってるこれ引っかかる可能性はありますよね、うん、なるほど、はい、やっぱ俺が前来た時なんですかな、うん、前来たのかな、高めのまっすぐ154キロで三振、これで今日6つ目の三振ということになりました。2アウトランナーが1塁です。ダルビッシュの上でも山本が出たら多いと思うんですよね、やっぱり顔立てて出さないけど、そして古田さん、このまっすぐにじゃあ対応しようと思うと、そこからスッと打ちフォークもあるんですからね、出番が1回もなかったなんたら素晴らしいです。これで勝った、まあ、緩急ね、高低、両サイド、いろんなこと使いますからね。スーパーランナーが1塁になりました。ご覧のように1イニング、ご飯食べたんで食器洗おうと思います。たまにはね、食器洗おうということで、まあ、ゴミ拾いもいいですけど、はい、食器とかでもね、いいと思います。
あれ、ね、グラス用のやつどれ？グラス用。あれ？グラス用。グラスはこれです。グラスそれ？うん。日本酒とかも全部それ？うん。最後にいつもグラスを洗って、うん、これに捨てる。これはもう洗っちゃうけど。なんで洗っちゃうの？え？なんで洗っちゃうんだよ、そうだよ、もう。じゃあちょっともういいよ、もういいよ、もういいよ、もう余計なことすんな、もう。なんそう、敷けてたね。多分ずいぶん前に開けたんで、ね、やっぱ俺の時かもしれない。うん、ちょっとだけだったら大丈夫だろうけど、ね、結構すごい時間経ったんだと思う。あれ37度にして。あ、そうだ。高いね。はい、37度。ありがとう。あ、私がしたのに応答しないじゃん。37度にしましたっていうのに言わないな。え、なんで？わかんない。そうち、あれ早くやったからかしら。いや、わからん。不思議だ。でも37度。
大谷になりますよ。でもさ、大谷選手だからボールばっかりですよ。絶対にもう行くから行きよう。
酸化防止剤無添加信州コンコード赤ワイン辛口飲みたいと思います。アルプスワインさんです。あ、どうしたの、客落ちちゃった、大丈夫かな、大丈夫、あったほうがいい、これ、うん、よすればいい、いたします。これです、ね、生活クラブさん、花畑牧場リコッタチーズ、はい、これです、リコッタチーズいただきます。豆腐的なね感じで美味しい、これ僕と無添加チーズ、脂肪分少ないからね、食べやすいよ、うん、チーズに合うわ、これワイン合う、あ、赤ワインとチーズリコッタ、うん、でイチゴとあるよ、食べて、うん、イチゴ、あ、さっき何か洗った、だけどここに少し入れてくれる？何個？一個ずつでいいの？うん、一個でも二個でも。ちゃんと浄水の水で洗います。1個でいいの？このまま食べても甘い、うん、ちょっと洗って、うん、ビタミン C 補給、もう一個食べちゃおう、もう一個食べちゃおう、練習を重ねたマニキャンプのような形で、スタートしました。それから練習時間に
え、これ全部これ？これ全部これ？ビールも日本酒も全部これやってるの？そうだよ。あのグラスは、はい、今度新しいの買ってくるから。あのグラスは油分が混ざるといけないんで、グラス専用の洗うやつでやってます。ブラックスカーパスってこれでやります。そこ置いといて。ありがとう。うん。危ない。洗うな、こんだけ。うん。止まった。
はい、ということで、サライダー終了です。この回の攻撃は6番の岡本から始まります。そしてオーストラリアピッチャーも変わっています。堂安のアウトローです。さらに、サードのチームも変わりました。サードのストーリーが変わっていますね。